皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日は購入品のご紹介をしたいと思います。とね、2個買ってきたんですけど、じゃーん、めっちゃかわいい。ほら、イヤリングなんですけど、キャンディーのイヤリング、めっちゃかわいい。一目惚れで買っちゃいました。かわいい、よいしょ、つけたいと思います。ちょっと待ってね、よいしょ。え、これすごい、ちゃんと匂いは粘土だった。匂いはしないけど、なんか本当に、あ、え、柔らかいじゃん。ほら、柔らかい、なんか本当手作りな感じ。つけてみよう。私ピアスなんですけど、ピアスの上からこうやってつける感じ。じゃあ、かわいい。片耳だけでもかわいい気がする。はい、こちらと、はい、あとこちらです。じゃーん、わかるかな、可愛くない？普通にキャンディーショップのクッションカバーなんですけど、私あの背景とかにこれ置こうかなとか思って、買ってきました。はい、あ、そしてあともう一個買ってきたんだ、三つ買ってきたの、忘れた。じゃーん、ガマ口のお財布。はい、ガマ口のお財布です、買ってきた。あのね、私お財布の中が、あの小銭の部分がね、パンパンになるのがすごく嫌いなんですよ。なので、あのこれ買って、小銭は全部こっちに入れようかなって思います。どこで買ったかは内緒。でもね、どこでも、でも関西だったらいっぱい売ってると思います。はい、ということで今日のご紹介はこちらの購入品のキャンディのイヤリングと、こちらのクッションカバーと、ガマ口のお財布でした。はい、ということで次の動画もお楽しみに。バイバーイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャンネル登録してね。